同人生活です。ということで、今度はね、今度は今日は、このエキスポセンター、ディノロマからやっていきたいと思います。ということで、はい。では、セレクト。マーラとファーガンを捕らえるためにセキュリティをすべて解除せよ。ファーガンとマーラを殺してはならない。はい。ていうかさ、最初はマーラとファーガンって言ってるのに、ルールではファーガンとマーラって。別にそこは順番変えなくてもよかったんじゃない？はい。ここからはどう行くんだ？よくわからない。他のルートを探してみるわ。頼んだぞ。さて。あれ、こんな武器も持ってたっけ？おっと、なんかもう来てる。おお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 フレークジャケットつけてんじゃん。おおすごい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 。おおお弾がなくなった。おおさっきからおおしか言ってないけど、さあ、じゃあこいつに変えて、おっ、お前か。よし、倒した。あ、フレックジャケット取れたな。よし、オッケー。あ、お前、向こうにいるのか。チェ、殺しどんだで。殺しどんだで。MP5。あ、だいぶ弾あるね。よし、オッケー。で、こいつは武器取ったっけ？フレックジャケット？この中に入ってんのか。でも今は多分取れないんだろうな。よし。お、なんだこれ。あ、どれだっけ。アサルトライフルみたい。あ、違う、これじゃない。これでもないな。これか。じゃ、先これを使っていくか。あれ、でも MP5 の方が弱いのかな。どうなんだろう、わからん。さあ行こう。で、ミッションは？ファインドセキュリティカードキー、キャッチアマロフ&ファーガンアライブ。はい。セキュリティキーをまず見つけないといけないみたいだね。どこにあるんだろう。さてさて、潜入じゃなくなったら楽だな。だいぶ楽だよ。オープン。お、リンから。今あなたはロビーの最上階にいるの。でも図面では下に降りる方法がわからないわ。やってみる。図面の最、あ、違う、最上階にいて下に降りる方法を探すと。ほうほう、どういうこった？何をどうすればいいんだこれ。ここに飛び乗ればいいんじゃないの？ダメ？そういう野蛮なことはできません的な？そっか。残念だな。じゃあどうすりゃいいんだろう。ここは登れないかな。登れないね。下に降りる方法か。下に降りる方法？これをいじるのかな？なんか壊れてる。別に撃った覚えはないけど壊れてる。こっから入ってきたんだよね、多分。だからこっからはもう戻れないでしょ。で、こっちはシャッターが閉まってるからいけないし、フレークジャケットが落ちてるし。で、これは？これは関係ない。これは関係ない。はい。はい、わかりました。で、じゃあ、この中でなんかしなきゃいけないってことか。何をすればいいんだ？撃つのかな？全然、全然です。こうでもないだろう？
ん？全然わからんな。どうなってんだこれ。どうするんだろうこれは。うん、このロビーを、ロビーになんとかして降りないといけないみたいなんですけれども、あ、またこれさ、ライトとかで照らしたらあれとかそういう系。最上階にいるんでしょ。へえ、すごいね。どこだろう。全然わかんないな。おっと、MP5 にしてハンドガンじゃない。ここ開かないし、あ、はいはいはい。どうすりゃいいんだろうな、これは。グダグダしてますね。カットするか迷うとこだな、これは。カットされてたらカットしてあるということでよろしくお願いします。あ！そこ登れるんかい。あっそう。で、これで降りちゃえばいいのかな？死んだ？あ、死んだとかじゃなくて謎のムービーが入ったね。さて、おっとっとっと、おお、おっと、おお、そこ、あー、やばいやばいやばい、めっちゃ撃たれてる。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、そりゃ死ぬ、あー、死んじゃう、そりゃ死んじゃう。うーわ、了解。マジか、このクソが。本当に言ってんだ。なかなか鬼畜だね。よし、オッケー。あとお前をぶち殺す。これで何の問題もない。オッケー。フレークジャケットはダメージ食ってないからいいんだよ。でもこれじゃ戻ってこれないね。ダメだ。せっかく残してあるのに全く使えないっていうのは悲しいもんだな。はいはい、もう分かってるからいいよ。あ、出なくていいんだって。了解。はい、で、こうやっていって、ここでパーンと降りると。ここは飛ばせないんだね。はい、で速攻、速攻、これでこうすればよし、オッケー。よし、ターゲットはいなくなりました。ターゲットエリミネ、あ、いる、おるやん、お前、お前、上におるやん。何がノーターゲットだよ。嘘つくんじゃねえよ。あ、あ、やばいやばい、撃たれてる。あー、やばいやばい、めっちゃいるじゃん。めっちゃいるじゃん、これ。めっちゃいるじゃん、これ。あ、全身だ。オッケー。もう安全？あ、やべ。全然安全じゃない。フレークジャケットをつけてるやつがいるな。はよ、出てこい。よし。だいぶ銃弾を使いましたが、あのね、こんなところでね、主観視点にできません。こんな乱戦中はね、もうババ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 撃つしかないね、これはもう。はい、キーカードを手に入れたのかな。なんて出た、なんか一気に出すぎて何が起こったのかちょっと分かんなかったんだけど。で、ここはシャッター閉まってるから、はい、で、ここ登ってなんかアイテムないかな、なんかアイテムないかな、なんもないっすか。
なんもない。あ、そう。いいぜ、別に。俺は別に気にしてないから。俺は別に気にしておまへんから、ええで。で、多分ここを、ポチッと。ほい。恐竜だ。うわぁ。ディノクライシスとかさ、なんだっけ。オーバーブラッド2を思い出す。あー、やばい。人が、干渉に浸ってる時に、干渉じゃないけど、お前も死ん。よし、オッケー。お、フレークジャケット。お、お前どっから出てきたんだよ、それ。お前が一番謎だよ、出てきた場所。で、まあ、恐竜さんがいて、シャッターが、おっと、そこにもいたか。残念。で、ここを、多分開けるんだろう。カードキーでな。オッケー。HK5 の、おっと、敵が、どこだ?置いた。よし。エリミネイト。おっと、まだいるか。え、そっから撃ってきてんの?あ、やばいやばい。めっちゃ撃ってきてる。後ろにいたか。よし、オッケー。よし、じゃあ HK5 にしとくか。これだな。まあ言っても弾がそんなにあるわけじゃないんだけどね。で、お魚さんごめんなさい。ちょっと通りますよ。あ、ちょっと、通らせてもらっていいですか。ちょ、あれ?お魚さん?もしかしてこれ、通らせねえぜみたいな感じ?あ、それとも、お魚さんを殺さないといけないの?あ、消えた。お魚さん。G18 ってことはグロックか?これか。よし。これ強いからこれにしよう。研究所はどこにあるの?あっ。私は知らん。言わないと命はないわよ。言えないんだ。言えない。殺さないでくれ。10数えるうちに白状して。やめてくれ。多分これ手打つんじゃね?今に見ていろ。あっ。ゲーム、バーナーは生かしておくのよ。別に俺殺したわけじゃねえし。別に俺殺したわけじゃねえし。もう一回言っとくよ。俺が殺したわけではない。てでん!みたいなね。あ、はい。こっからっすか。なんだっけ。HK5 の弾が手に入ってないところか。手に入ってないところからだから、こっちにしようっていう話だったんだ。よし。さて、これは時間内に、お、なんかあるな。スナイパーライフル。あ、スナイパーライフルで撃たないとダメなのかな。まあいいや。といったところで、はい、ここで時間が来てしまったので、一度ここで切らせていただきたいと思います。それじゃあ、続きはまた次回。またな。